高校出て初めて入った職場で優しくしてくれた A さんは、趣味が高じて洋菓子店を開いた。私と A さんは結構年齢が離れてるんだけど、なぜか気があって、 A さんが辞めてさらには引っ越して行ってからもよくしてもらっていた。 A さんは月1くらいでクッキーやガレット、フィナンシェなんかの詰め合わせを送ってくれるんだけど、もちろん有料で、そこはちゃんと払ってます。それを別にお金もちゃんと払っているし、なんらやましいところはなかったので、特に気にせず来客の時に茶菓子として出していました。小分けの袋に店の連絡先も書いてあるし、美味しいって思ってくれた人はそれぞれで注文してくれて、ここ数年特に問題なくやっていたのですが、先日 A さんから、 B さん近所のママっていう人から注文が入ったんだけどと。要約すると、私ちゃんと一番仲が良い B と申します。私ちゃんの面倒を見てやってるからただなということらしい。いやー、確かにうちに来るたび A さんのお菓子を菓子器ごと根こそぎ持ち帰ろうとする香ばしい方でしたので、そんなにお好きならご自分で注文してくださいと言っちゃったのは自分です。普通に考えれば A さんに迷惑かける可能性を考慮しなければならなかったのに、考えが及ばなかった私が完全に抜けてました。 A さんが断ると、じゃああることないこと言いふらしちゃおっかな的な営業妨害の脅迫してきたらしいのですが、録音してなかったそうで、自分で撒いた種なので事前に根回しした上でママ友サークルにお菓子を持って行き、そのうち注文してくださってた皆さんにもご連絡が行くと思いますが、誰かが私と知り合いだからとごねて A さんにご迷惑をかけてしまったようです。誰かは知りませんけどと前置きした上で、 A さんは怒ってもうお菓子の注文はやめるそうです。これが最後のお菓子です。みんなで味わって食べましょう。特定は容易でしたし、サークルのほとんどの人が注文してくれていたので、それはもう激おこしてくださって、 B さん現在ぼっちの K、 もともと香ばしい方でしたので、そのうち離婚になるそうです。